フランシシュ3号、よろしくね。私たちみんな持ってなかった、だからここにいるの。ファンは私たちの成長過程を見守ってくれるし、育ててくれる。仲良しごっこじゃアイドルなんてできないよ。お客さんにはしっかり挨拶、最大限いいパフォーマンスを見せないとね。しつこい、話して。大丈夫、私がフォローする。さあエンジン。オーケー、今の感じ忘れないでいこう。こんなところで負けてられない。ゴフ、何なの。死ぬかと思った。フランシュシュ4号です、よろしくお願いします。昭和の時代とは随分違いますね。私ソロだったので、グループでの活動は初めてなんです。アイドルはほんの一握りしかなれないからこそ、みんなが憧れるんです。フランシュシュはもう素敵なアイドルグループです。罠のカムフラージュは完璧です。焦りは禁物です。お疲れ様でした。よかった、私は昭和のアイドル今野純子です。体の動きが鈍くなってきた気がします。もう死んでますけど。